なんで出るのみたいな感じで言ってましたね、みんな。まず絶対に勝てる自信があったということですね。圧倒的に勝つことによって、今回出て勝つことによって、まあ、さらに大晦日の堀口選手との対戦が面白くなるって思ったんで、突き抜けるためにはみんながしないことをするって、まあ、それだけです。グラウンドの得意な選手と今までやったことがなかったんですけど、僕はそういう選手の方が得意としてるというか、僕たちってライジン出て 10戦前かな、でなんかグラップラーとやってないじゃないですか。寝技が弱いとか、そのテイクダウンされるだろうとか思ってる人多いと思うんですけど、まあ、ここでようやく俺たちの強さの本当の強さが見せるときが来たなみたいな。やっぱり相性がいいのは僕はストライカーなんですよ。ダウンしてしまっても絶対に最後取り切るんで、予測できてないなっていうのは感じましたね、インタビューで。作戦が立てれてないなとか分かってないなとかっていうのも感じ取れるんですよ。